マセラティクーペ及びそのオープンモデルマセラティスパイダーは、イタリアのマセラティで2002年から2007年まで、販売されていた高級スポーツカー。後継モデルはグラントゥーリズモ。先代 3200GT をベースに開発。デザインは、ジョルジェット・ジュージアーロ率いるイタルデザインが担当。テールランプ、ボンネットグリッド以外は、先代のデザインをほぼ受け継いでいる。 トランスミッションは6速 MT とパドルシフトで変速を行う6速セミ AT の2つが用意され、それぞれ 6MT 使用者には GT、6AT 使用者には完備起こるさという名称が与えられている。エンジン、駆動系はマセラ機伝統の V8FR レイアウトが取られ、4.2リットル90度、V8 最高出力2 8 7キロワ 7000rpm、 最大トルク451ナノメートル 4500rpm と仙台より大幅にパワーアップされている。左右ハンドルから選べる。2001年フランクフルトモーターショーで初披露を翌2002年のデトロイトモーターショーから生産開始。デザインはクーペと同じく至るデザイン。クーペの2シーターオープンモデルである。 クーペよりも全長 4303mm、全幅 1822mm、百五 1305mm、ホイールベース 2440mm と、ホイールベースが 220mm 短縮、それに伴い全長も 220mm 短くなっている。クーペと同様、ンビオコルサと称する、セミオートマがラインナップされている。左、右ハンドルから選べる。 マセラティスパイダー 90th ィースアニバーサリーは2004年、マセラティ創立90周年を記念して発売したモデルである。専用設計された前後スポイラー、サイドスカート、ヘッドレスト後部のロールバーにはカーボン製のフェアリングが付き、エアロダイナミクス設計され、見た目以上の特別設計がなされている。内外装は専用ブルーカラー、フェンダーにはカーザでトライデントが付く。 価格は1522万5千円で、世界限定180台が生産され、日本には8台が割り当てられた。ありがとうございます。